はい、えー、どうも、こんにちは。まあ、チュン吉ですよね。はい。い珍しいと思ったよね、みんな。ね。チュン吉久しぶりにって。まあ、実は、今日ですね、まあ、昨日かな、昨日の夜に、以前ね、僕ね、動画出したんですよ。ゴーレム、ゴーレムの動画ね。こちらね、ドドン、ゴーレム教予備、買ってみた動画を出して、で、ここでね、出演してもらったナインさん。 まあいたよねナインさんね。うん。あの方どうやらゴーレムのこの傭兵っていうかこの予備会では結構有名な方みたいなんだね。これなんか動画に出てたみたいなのね。僕知らなくてなんかコメントに書いてあったんだよねそれ。うんあそうなんだと思ってまあその時はまあそれで終わったんですがでそしたら昨日の夜にこんな DM が来てました。はいドン。はい高吉さん以前ゴーレムタクシーで動画に出演させていただいて。 ナインと申しますいやもを遅くに申し訳ございませんあの時の玉球が低すぎて恥ずかしくて今では750万保証で玉球800万以上なのでもしよろしければ新しく動画を作っていただけないでしょうかということね、まあ、ナインさんねそうあの時400万ぐらいだったんだよねまあ、調子悪かったのかなと思ったんですが相当悔しかったんでしょうねリベンジがしたいということで今は なんと平均的に750万を出せあっちょちょかんかんかんこんな視点ダメだね視点視点,視点危ないなこのこの服装この視点だ危ないなうん、まあ、750万800万は稼げるといったこんなに自信に満ち溢れた DM をいただきましたうんではそんなねナインさんどんなふうにねちょっとそんなコツを変えたら700万稼げるのかということもちょっと聞きたいのでまあ今日はね ちょっっとと一緒に動画を撮っていいきたいと思いますちなみにじゅんちゃんの理由は高吉ねもうねカンストしてしまったんですよカンストをねカンストをなのでまあ純吉でねちょっとねやらさせていただきますでもあれだよねすごいよねわざわざねあちょっとちょっと本当にこのこの服でちょっとしたいかんけどわざわざ そんなねリベンジをさせてくださいってね言うほどすごいね骨がある人だなと思ったんだけどさあもうすでに負け年ゴーラにサバ21にいるって言われおっとおダイヤさんですかもしかしてもしかしてナインさんですかあれ逆に言ったらナインさんって方がいてあれナインさんですか あれナインさんですかおおその説はどうもありがとうでした。さあということでナインさんだったみたいなんで早速ねちょっとやっていきたいと思います。よろしくお願いします。 ではちょっと待ってね元気玉を使っておっとバトルステーキ食べるんだねさてちょっとあ料理りょあ料理りょ料理が料理が甘いまあまあいい,いでしょうまあいでいでしょうもう早く早く行きたいって感じだったんでしょうねまあちょっとこれ放置なので放置します放置しますちょっとあんまり喋りかけんな集中してるから いやなんかツイッターを見てたらこれで1億稼いだらしいっすよゴーレムで。ゴーレムで1億くらい稼げたらしいんですけどなんか、まあ、最近はあれみたいねだん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 ちょっとねお客様の足が衰えてきたみたいで。 最近ちょっと伸びないなーっていうねお悩みのツイートがあったんですがどうなんでしょうね稼げてるんですかね今も1億稼いだってすごいよねまあでもその福墓の場合っていうのはやはりねすごく効率がいいですよねまあこの間にねメイン墓でねオーブをね叩きながら武器を叩きながらねはたまた錬金をしながらやってね まあサブアカでねレベルを上げしてるっていうね、まあ、すごく購入者にとってはまあ福アカ税にとっては都合のいいのね都合のいいって言い方にしちゃかんけどまあすごく効率がいいねレベル上げなのでしかもお手頃価格この間はねちょっと僕あの90万ゴールドでねやってもらったんですけどどうなんですかね値段は上がったんですかね100万ゴールドだよね基本100万ゴールドぐらいでね売られてるみたいなんですがさあちょっとねこれ終わったらいくつかねちょっと質問していきたいと思います 1銭湯40万7000さすがプロだねもうあのー、49万9999を超えないぐらいのねしっかりね引数読んできっちりやってますねなんかねすごいね前よりね先頭がね早いうんすごくなんか違うような気がする体感ね なんかねちょっと偉そうにね公爵垂れるのはちょっとおこがましいんですけど動きにね無駄がなくなったっていうねナインさん素晴らしいあ最後はきっかり K まで呼ぶんですねはいってことで元気玉は終わったんですが皆様 KKG いくつなんでしょうか499,999どどドん 7 0 0百うおーすごーいえ前回430万ぐらいでしたよね749万3093ポイントすごいこれはすごいあちょっとゴーレムかわいいんだけどえー、すごいえっと さあ、この傭兵を始めてどれくらいですか2ヶ月く。2ヶ月,ザク2ヶ月じちゃけいくらぐらい稼いだんですか2ヶ月でははい割としっかりそこぼやかした、ね、ぼやかしてる8000万ぐらい以上はいってるあすーごい2ヶ月で8000万 2ヶ月で8000万って結構でかいね。以前とここの動きを気をつけようって意識したことってありますか？サポはやっぱり強い人を雇ってます。あ、あとは他の人のチャートを見たり、べん。ああ、ね、そういう努力なんですね。そういう努力なんですね。そういう努力なんですね。サポ選びはどんなところなんです。 旅は幻惑は必須なるほすべてフレンドさんからお借りしているのでいつも助かってますまあそうだよねフレンドさんのサポがいるから、まあ、できることでありますよねなるほどでは最後にどこへ行けばナインさんに頼めますか生かサバ1でいいつもいますあなるほど,緑,どう緑で検索するかサバ1で 自自分自身を売り込んんででるって形なんでしょうね素晴らしい750万から800これでも結構あのー、普段は最低保証750万平均で800万売らせていただいておりますすごいですよねびっくりしました僕めちゃくちゃびっくりしました動き方がそもそも前回とちょっと違うなっていうのを思ったんですよねいやすごいですすごいです 以前、以前は、えっ、その場合、無料にしている。無料ですか最低保証750以下だと無料。すごーちなみに、ちなみに、おい,おいくらですか 普段は180から200万、ちょっと値上げしたね。ちょっと値上げしたね。ちょっと、あ、やっぱあ、そうか、そうか。でも平均いかんかったら無料だもんね。なるほど。ちょっと値上げしましたね。そうなんですえーこれで、あ、低いんだ。なんと、ナインさん。 割安でやってくれてますよ。みんな割安でやってくれてますよ。えっ、もっとは周りの人高いんだね。以前より高くなってる、以前よりちょっとだけ値上がったんだけど、まあでもね,100ね、750万平均800いかなかったら無料っていうのがでかいね。いや、これはうまい。なるほど。 ちょなんかあのステマと思われるんでね、あのー、あれですけど、まああのたまたま本当に、あのー、あれですからね、今日たまたま TwitterDM 受け取って、以前のはちょっと悔しいんでっていう話で、まあ、この動画を撮ってますからね、はい、お願いしますと、ありがとうございました。はーい、ってなわけでね、まあ、105からね、111までね、しっかりレベル上げていただきました。 はい。ということで今日はナインさん。さあ以前のゴーレムクローを買ってみたのリベンジをしたい男がやってきたっていう動画でした。本日もご視聴ありがとうございました。また見てね。バイバイ。